コーレグス、コーレグスは、唐辛子を意味する沖縄方言である。また、島唐辛子を泡盛に漬け込んだ沖縄県の調味料。コーレグース、コーレグース、コーレグスなどの表記も見られる。コーレグスは本来唐辛子類全般を意味する沖縄方言だが、今日ではもっぱら、木立唐辛子の一種である、島唐辛子を泡盛に漬けた調味料を指して用いられる。 琉球国由来期によると、唐辛子は18世紀前期までに、薩摩藩を経由し、沖縄に伝来したと書かれている。高麗グスの語源とされる、高麗古椒という名称も、この時に同時に伝わったものと考えられる。調味料の高麗グスは、ハワイに移民した沖縄県民が、帰郷時に伝えた、チリペッパーウォーターをヒントに作ったという説もあるが、正確な起源は不明である。 この調味料はもともと、高麗グス邪気と呼ばれていたものだが、唐辛子そのものを指して、高麗グスと呼ぶことが少なくなった現在は、もっぱら唐辛子を泡盛りにつけた、調味液を刺す言葉となっている。高麗胡椒は少なくとも16世紀以前から、使われている唐辛子の胡椒であり、九州地方の一部では、方言として、現在も残存している。 唐辛子が薩摩から伝わったというのが事実であるならば、これが沖縄風に生ったと考えるのが自然であろう。これ以外にも、高来草、高来薬という漢字を当てたり、泡盛の貯蔵期間が長いものを空スと呼ぶことと関わりがあるとするものもあるが、いずれの説も根拠に乏しく、特に裏付けとなる文献などは存在しない。島唐辛子由来のカプサイシンとジヒドロカプサイシンが、 コーレグスの辛味を形成し、泡盛のアルコール度数によって、両者の火が変わりやと味などに影響している。香りについては、島と裏菓シの2イソブチルマイナス3、メトキシピラジンと泡盛の3メチルマイナス1、ブタノール及び各種のエステルが強く影響し、これら原料の後期が混合して、独特の方向を形成している。また、島唐辛子の量や泡盛のアルコール度数も、 島ガラシ由来の成分の溶質量を変化させ、後期に影響を与えている。高麗グスは沖縄そばの薬味として欠かすことのできない卓上調味料である。沖縄県ではほとんどの食堂のテーブルに置かれており、チャンプルーやイリチー、刺身の漬け、醤油、味噌汁などの料理に用いるものもいる。また、シーナ誠の著作、辛いは、 うまい内の一企画として行われた対談、辛味食文化初級入門塾において、小泉武雄が少量をビールに入れて飲むことを提唱している。わずかな量で劇的に風味を変えるが、調味料としては、粘度が低い上に非常に辛く、泡盛のアルコールによる刺激も強い。液体であるため入れすぎても取り除くことは不可能なので、慎重な使用が望ましい。 推薦して陰干しした島唐辛子を10日以上泡盛に漬ける。市販品も多いが、島唐辛子を泡盛に入れるだけで作ることができるので、沖縄県では自家製の高齢レーも作られている。使用する泡盛を古酒にすると風味が増すとも言われる。また、酢やクエン酸を加えた市販品もある。泡盛の代わりに酢を使用したものもある。 駅が濁ってきたら中の唐辛子を捨てると長持ちする。宮古島など、先島諸島の一部では、島唐辛子を潰したり、ニンニクを混ぜて、ペースト状にしたりしたものを薬味として用いることも、一般的である。上述したように、高齢グスとは唐辛子そのものを指す言葉なので、もちろん、これらを高齢グスと呼ぶことも間違いではない。ありがとうございます。